今日はですね、時間にレバレッジをかける3つの方法。レバレッジっていうのは抵抗ですね。つまり、1時間しか使ってないのに3時間くらいの効果が得られるってことですね。今、私はここフランスのカンの映画国際でレッドカーペット、これ昨日かおと日に歩いてきました。えー、こういうことがですね、この、 自衛官を退職してからたった2年でできてしまう。こういう成果を収めるには、時間にレバレッジをかけまくってかけまくって、この2年を10年間くらい生きたようなことをしなきゃいけないわけですね。じゃあ、それは一体どうなのかと,いうことで私の自己紹介の方をいたします。私、令和の坂本龍馬こと、沢茂美と申します。防衛大学を卒業してからボクシングをやってですね、顔面を骨折して、そして自衛隊に入りました。そして隊長を経験しながら、東京工業大学の博士課程に行きまして、えミサイルの開発を行いつつ、 え、日米共同開発、そして国会対応議員さんの質問取りなんかをやっていました。そして、2年前に退職し、マクドナルドのアルバイトを経て、現在、えー、AGI、すなわち人工知能の開発をするために脳に埋め込むチップ、こちらの開発を、どん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 自分のやりたいことが自動的にできてって、広がってって、そして素晴らしい世界が広がっていく。それはどうやっているのかということで、これ一言で言うとですね、こう、権利収入、 自分の時間を売らなくてもその願いが叶うっていうことを実践しなきゃいけないわけです。つまりやりたいことをやるためにはお金のために働いていてはいけないってことですね。お金のために働かないってことは経済的自由を獲得するっていうことです。 経済的自由っていうのはファイナンシャルフリー。私はこの考え方、ノウハウを今日全部お伝えいたします。で、今日いらっしゃる方に最大限の価値を提供いたします。ね、時間が限られてるので、でなぜそうなるのか説明しないところもあります。ご了承ください。経済的自由と時間的自由と精神的自由っていうのはこれは同じものなんです。何かが点になれば全部自由になっていきます。 そして、やりたいこと。やりたいことをやってる時の力が100だとするとですね、やりたいことの、やりたくないことを無理やり努力してやってる状態。これだとですね、せいぜい10くらいの力しか出ないんですね。つまり、日本人の国民総生産が低いのは、やりたくないことをやってる方、みんながやりたいことをやったら、これでものすごい価値を生産しちゃって、この国はすごいことになるんでそのことに気づいたんです。そのために何を手に入らなきゃいけないか。マネーリテラシーを手に入れてください。読み書き能力です。お金の読み書き能力、基本能力を手に入れてください。あなたが大切な ものは時間ですあなたの大切なのは時間です。なぜならば時間をどう使うのかが人生そのものだからです。この時間を有効に使うためにレバレッジを効かせる一番簡単な方、これご存知ですが、一番簡単な方、それは自分の1時間を30万円だとまず決めてください。30万円です。えー、1000円のマクドナルドで働いているときには30万円払って1000円いただいて29万9000円の何かを手に入れてると考えてください。そう思うと無駄なことをしなくなります。30万円のために、30万円の価値を生み出すために 自分は何かを知らします皆さん、成果を得るために偏差値の高い行動を取ろうとしていますが偏差値が高いということはどうですかえ勉強がクラスの中で、まあ、できるとかそれが偏差値が高いということですね。はい、この式を見てください。この式は一体何ですかそうです。はい、皆さん聞く気なくしましたね。これが偏差値の正規分布の式です。 ね安心してください。あの式はもう二度とできません。こうあの式をす、あのー、グラフで書くとこんな風になります。いわゆる、あの、正規分布あの、偏差値の図ですね。えー、例えばここにしあのー、人が100人いたとします。それで、あのー、右側の方がね、成績がいい、左側の方が成績が悪いってしたときに、こう、分散がいろいろありますけれども、まあ、上位何パーセントくらいの人が、えー、勝ってるんですかってことで、パチンコっていうゲームは上位20%の人が勝ってるゲームなんですね。つまり、これだけ100人人がいたら、に上位20%に入った人はパチンコというゲームで勝ってるわけです。し 下の80の80%人は負けけてるわけですこれは偏差値58以上じゃないと勝てないゲームだということが言うことができますね。つまり普通の人っていうのはこの山の真ん中にいるわけです。まあ、山の真ん中にいる人はめちゃくちゃ努力しないと勝てないわけですね。じゃあどうしたらいいのか。この辺に損益分岐点、えー、赤字ラインがあるようなゲームをやればいいという、ただそれだけなんです。これはもう誰でも考えてもわかりますよね。つまりこれはえ上位80%の人、つまり何も努力しない人でも勝てるようなゲームをやってください。えー、ということでですね、これを右か左か、この損益分岐点が右か左かにあるかで人生のルール、ゲーム 決ままってしまうんですそのことに気づいてくださいといとうことで、右側に、えー、線があるのは、これ、他人が作ったルールで遊んでいる、えー、ゲームです。えー、左側、自分が作ったルールで遊んでいるゲームです。それそうですよね。自分で作ったゲームで、自分で作った、えー、あのゲームのルールで遊んでたら負けようがありませんよね。ということで、そのためには時間を有効に活用してください。その時間にレバレッジをかける4つのことについて今日は説明できます。コントロールできる、えー、金銭的なレバレッジをかける、時間的なレバレッジをかける参入衝撃が高い。えー、それぞれ説明していきます。コ どういういことかね自分でコントロールできないことをやってたら大変ですよね、めちゃくちゃ大変ですよね、ストレスもたまりますよね、つまりゲームを支配するルールを自分で決められるっていうことを選ぶんです、そういうことを選んでください、えー、次金銭的レバレッジ金銭的レバレッジっていうのは、例えば借金をするっていうのは、えー、未来に、えー、もらえるお金を、えー、今、手に入れて、えー、お金があるってことをす未来の時間を買ったってことに相当しますからね、未来の時間を買うんです。 未来の時間を買って、そして、えー、時間的レバージをかけてください。例えば、労働というのは、左側のように、自分が働いた時間だけ、えー、何か、この白いところの生産、価値が生産されていきます。これに対してですね、あの、投資とか、システムを作る、例えば、インターネットを作るなんていうのは、最初にそれだけ時間をかけたら、その後、それがずっと価値を生み続けていくので、右側の図のように、この白いところが、えー、生産された価値。そして、赤いところは自分の作った、使った時間ですね。こういうふうに、えー、こういうふうになるような、自分の時間が、後々、勝手に稼ぎ続けるし システムを作るようなことにレバレッジ時間的かけてくださいそして人材投資と教育これが時間的レバレッジ一番尊いんですなぜならばね 価値ある知識を50歳になってからの知るのと20歳の時に知っておくの、その知識は使える期間が全然違いますよね。ということは早くそれに気づいた方がお得なんです。そしてこれが最も重要です。目指すべき成果を手に入れるためには、誰の近くにいるかが最も重要です。なぜならば、周りの人の価値観が自分の価値なんです。あなたの価値観なんかないんですよ。自分の価値観なんかないんです。周りの人の価値観が自分の価値観なんです。つ ということですね、原則なりたい自分を達成している人の価値観で生きる。みんな自分のじ、自分の価値観を信じてしまうからうまくいかないんです。自由な時間がなければチャンスはつかめないということで。 はい。私のこの鬼ムシウェビナー,、えー、10万円でやっております。8月6日、えー、皆さんご参加ください。ということなんですが、高いので、えー、っと、今回もう激安。これ安すぎる、えー。5万円で提供いたします。えー、興味のある方はですね、周りの方を。これは私から提供する皆さんへのチャンスです。チャンスなので、ぜひ掴んでください。ということで、人は何者にもなれる。いつからでも、あなたの仕事は一つだけ。あなたの人生を生きること。 そして、あなたの人生に行ってらっしゃい。ということで、えー、Facebook でサーシグミと検索して、公務員の方がいたら、えー、公務員から2年で、経済的自由を達成し、映画プロデューサーになった人がいるよと言って、皆さんを誘って、ウェビナーに来てください。ご清聴ありがとうございました。イエーイ